こんにちは。こんにちは。岡崎市の脱毛サロントリガーの海です。前回の FC 丸安岡崎の多田羅選手に続き、今回は岩谷圭介選手がご来店してくださいました。岩谷圭介です。緊張してあんままだ喋れてないですね。さっきまで喋れてましたよ。また別の緊張になっちゃうんですよね。あ、こっちこう今からもこうレポートしないといけないという感じになってしまうので、いや本当岩谷選手って僕動画でお会いするまでずっと見てたんですけど怖かったんですよ。だって目がもう狼じゃないですか、ピッチの ピッチの上だと。いや人間です。なんか人を軽めになってたんで、ね、どういう方が来られるんだろうって。でも思ったのが、その多田羅さんもそうなんですけど、印象が違いすぎて、お会いしてる時と、はい、もうめちゃくちゃ気さくで優しいじゃないですか、お二人方は。もう本当にありがたいです。僕にとってはそれが救いでした。今日やっていただいたのが足の脱毛と VIO と脇ですね。はい、脱毛が初めてという感じで、まあ本当率直な感想をいただきたいなと思いますけど、はい、率直な感想でいいんですか。率直でいいです。めちゃくちゃ良かったです。ドキドキしましたね。だってさっきあんだけ痛い痛いって言ってたじゃないですか。痛い痛いってビビらされてたので、もうほんと死ぬほど痛いのかなと思ったんですけど、まあ耐えれる程度の痛みで安心してます今は。いや、ありがたいお言葉です。ちょっと肩の荷降りたというか、よかったです。で、お店どうですか。めちゃくちゃ来やすいと思いますし、びっくりしたのはめちゃくちゃ綺麗で驚いたんですけど。え、ユナがですか。僕がですか。ユナさんが。そんな、なんかもう無理やりましたかね。その二択だと、そうですね。その最後になんですけど、船谷さんはこうして脱毛に初めて来てくれたわけじゃないですか、はい、逆に今から脱毛をやろうかなって思ってるメンズの方たちに一言欲しいんですけど、多分やりたいけど、なんていうんですかね、そこまでいけてないって人がいっぱいいると思うんですけど、はい、僕も今日まではその一人だったし、やっぱそういう人たちに言いたいのは、まずお店に来てください。めちゃくちゃ丁寧にまず説明を受け入れますし、それで安心安全で、気持ちも安全に安心して受けれるので、一度足を運んでください。あ、もううちの CM をやってくれたわけですね。全店舗の脱毛さんに言ってます。あ、本当ですか、はい、うちだけだったら嬉しかったのに。いやでも本当そうですよね、はい、行ってみないと分かんないことがたくさんあって、本当僕もちょっと行きづらいなっていう部分はあったんですけど、やっぱりそうですよね、怖さもあったし、はい、まあ、やっぱ来てしまえば何も怖くなかったです、まあ、あとは効果があるかどうかですね。そうですね、はい、はい、で今日は照射させていただいて、効果が出るのが大体1週間から2週間ぐらいに、あれちょっと毛が生えるのが遅くなったなとか、そういう感覚になってからどんどん毛が減毛されていって、剃らなくていい状態までいけますので、結構楽しみにしてお待ちください。ありがとうございます。じゃあその後の経過も、はい、ぜひ動画でいいんですか。報告していきたいですね。本当ですか。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、 FC 丸安岡崎の船谷選手がご来店していただきました。感想いただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた感想いただけるということなので、それまでお待ちください。お待ちください。さよなら。じゃあ先着で何名、10名様ですかね、船谷さんの VIO の毛を用意してお待ちしますので、欲しい方先着10名で取ってありますか。後からもらいますと。もう入ってないけど。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。